今日はカブトムシ牧場に来ました。あれ、七面鳥がいるよ、ここに。見て、ゴリ鳥がいますよ。ん？失礼します。ただいます。いろんな生き物がおるね。うん、んこんな場所に来てよかったね。お、見て、かわいいね。お願いします。カブトムシは自由に触って聞いたり結構です、はい、カブトムシ連れて帰ることもできます。はい、分かりました。はい、捕まえ捕まえて持って帰ることもできるよ。じゃあ、バカの捕まえ、お、カブトだ、よし、まあ、最後に捕まえてもまあまあいいけど、捕まえた方が見て、捕まえました。すごい、入れるものをもらおうかな。完璧的にもらえるかな。かっけー。じゃあちょ、立って写真撮ろう。カタウミ、カブトムシ、すんげー、でかい、でかー。カブトムシのゼリーはほら、お家にあったやろ。うん、うん、わ、めっちゃいる。こっちにもタク、あのよりどり緑じゃないけど、あのお好きなのにしてもいいよ。どうする、オスメスにする？一匹ずつ。一緒だよ、オスメスにしよう。あ、すげえ、めっちゃいる。ここにもいる。ほら、コンビして、ね、一旦返しとって、最後にタク捕まえて帰るでもいいと思うよ。どうする、今ずっと持っとったらカブトムシ怖かったも疲れるけさ、一旦返してあげてもいいし、まあそこにつけとったら、じゃあいっぱいおるけん、ほらめちゃめちゃおるやん。何か入れ物ある？入れ物がないんよ。入れ物はね、あの捕まえて帰ってあそこに渡すけん今ないんよ。だけどちょっと見学してからでもいいかもしれんけど、まあそうやって捕まえと、うん、そうやってつけとったら、うん、いいね、うん、すげえ。わ、いて。うん、あ、いいじゃんいいじゃん、ブローチみたいで。あ、いいじゃん、もうそれで、あ、タク。ビデオ撮っとこうか。カブトムシでーす。どっちがオスでどっちがメスだか知ってますか？こっち。どっちがオスで、こっちがメス。そうだね。あれ、あ、もうこっち、ね、こっちにはオス。ここさ、さ、元はさ、うん、さ、ここを管理しているさ、人がさ、捕まえたんじゃない？うん、まあね、ここたくさんいるんだろうとは思うけどね。すっげえ、カブトムシのさ、楽園だね、ここ、うん、ね、1匹ずつにしとこうね、持って帰るとね。じゃあこれで最後にしとこう。え、待ってよ、1、2おるやん、2匹おるけん、もう2匹、オスとメスを1匹ずつにしとこう。うん、もう喧嘩したらまずいからな。うん、じゃあタックン大丈夫？うん、オッケー、じゃあ行こう。
はい、先ほどに捕まえた2匹、育て方おじさんに教えてもらって今は乗ってきてます。七面鳥普通だし、大体。じゃあ今日帰りに見て見て見て、タクヤ。じゃあさ、あれ見て、どこでもドアとかある。あ、どこでもドア、行ってみる。大丈夫、大丈夫。うん、金魚もいる。はい、皆さん見てね、金魚もいます。かわいいね。おっとだよ、魚いるね。後で見に来ようか。なんやこれ。あ、というわけでカブトムシ牧場、短かったけど楽しかったですね。皆さんもぜひカブトムシ牧場に行って、あ、販売されているカブトムシとかを買ったり、こういうカブトムシを捕まえてペットにしたりしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。